回京子と一緒にやってきたのは群馬県高崎市の中心部に位置し、観光やビジネスの拠点としての利用者も多いホテルグランビュー高崎。地上9階にある高崎の街並みを一望できるサウナとは、サウナの本場フィンランドで生まれたロウリュ。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。こちらが当館の9階スカイスパ大浴場となっております。こちらオープンしたのはいつ頃ですか？はい、21年の12月にオープンいたしました。もともとはこの9階の宴会場だったんですけども、こちらを大浴場にいたしまして、さまざまなお客様にご好評いただいております。また男女ともにですね、男性にはロウリュサウナですねご用意しておりまして、女性には低温サウナもございますけども、岩盤浴をご用意しております。屋上にはスカイスパという絶景の高崎の山々が見える露天風呂をご用意しておりますので、ぜひご堪能いただければと思いますので、よろしくお願いします。サウナって温度何度くらいなんですか？サウナは高温サウナが約90度になります。低温サウナになりますと60度ぐらいなんですけども、ゆっくり60度で入っていただいて高崎の景色を見ていただくと。で、男性のロウリュサウナは90度と申しますけども、自動ロウリュで水が流れるようになってまして、その熱波が非常に熱いので、90度でも十分お楽しみいただける温度となっております。ホットルームだって、壁の模様が可愛いよね。ガラス張りになってるんだ。明日のわせる温度が60度くらいだから、まあ、じっくりゆっくり入ることができるよね。のホットルームと違って結構暑い。壁も石みたいになっていておしゃれ。結構暑い。30分に1回オートロウリュするんだって。どうだった？ホテルグランビュー高崎のサウナは。最高。来週もまた一緒にサウナに行こうね。サウナの本場フィンランドで生まれたロウリュ。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。